はい、おはようございます。おはようございます。やってきました。来ましたよ、九州。はいはい、場所は熊本県天草です。天草ですね。来てしまった。しかも先っちょ牛深の大きい磯になっておりますですね。ということで今日は灼熱の夏昭和ジギングです。やっていきましょう。ちなみに使うアイテムはもうこれしかないですよね。そうですね、もう今年のジャッカイといえばですね、はい、マキマキの新色キビナグローです。はい、この2色ですよね。はい、もう角度によって色が変わる。はい、そしてこのストライプグロー。よし、じゃあ早速やっていきますか。やっていきましょう。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあやっていきましょうか。やっていきましょうか。熱中症に気をつけながら、はいね、もうこまめに水分補給しながらですね、やっていきましょう。無理せずやっていきましょう、はい、ということで僕は最初マキマキキビナグローの変更グリーン、これの 60g からいきたいと思います。はい、で私の方がキビナグローのパープルでやっていきます。うん、はい、流れのよれですよ。目があるね。ちゃんと今回流れが効いてます。火を効いてますね、これね。ちょっと朝一何が来るかわからないんで、とりあえずひたすら巻いていきましょう、はい、巻いていきましょうね。もうまずボトムを取って、もうただ巻きですね。ただ巻きですね。これからです。お、当たった。そう、当たったよ。当たったっす。うん、かからんかった。中層からボトムの間ぐらい。ああ、また当たった。お、追いかけてきとうな、これ。あ、タンギー、ナブラ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 。どこっすか。反対反対反対。ああ、めっちゃ。おお、おお、目の前。目の前、目の前。食うよ、これ食うよ。食わんのかい。食わんかい。いや、今の食いそうやったっすけどね、ほんま大チャンスやったやんな。小型の青もんっぽい感じやったっすね。そうやな。いきます。これ食うよ、絶対食うよ。入った。さあ来なさい。よっしゃ来たー。よっしゃー来た来た来た。僕もちょっとかけますわ。よっしゃー。うわ、これええな。よいしょ、巻き巻き新色来てますね。来てるね、はあ、すごいわ。やばい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 。ガツン持っていった。ああ、死んだ。よいしょよいしょ。あ、ちょっと待ってください。オッケーですオッケーですオッケーです。いや、オッケーです。よっしゃよし、はい、やりましたね。九州の灼熱沖磯昭和ジギングでヤズが釣れてくれました。はい、でかなりね広範囲のナブラが起きて、でこのマキマキのねキビナグローの 60g で来てくれましたね。で結構ね、その食べてるベイトはね割と小さめやったんですけど、このキビナグローならねシルエットを小さく見せることができるんで、しっかり仕留めれた1本です。はい、やりました。大変なことが起きてます。今すごいですよ。まだいるね。もう表層高速巻き。よっしゃ来た。当たったけどな。うお、追いかけてきた。うお、追いかけてきた。よっしゃ来た。よっしゃ、よいしょ。よし、はあ、青もん祭り。そっち行ったか。いややった。オッケー、食った。オッケー、来ましたね。なんもない中で巻き巻き、これ多分ヒラマサっすね。マジでちょっとゆっくりいきます。はいはい、いきます。あ、そのままでいいですよ。はいはい、いやー、よっしゃー、やったやったー、よーし、やったぞー。はい、やりましたね。で、これはね、ヤズカと思いきやヒラマサですね。はい、ヒラマサとしては可愛いサイズなんですけど、めちゃくちゃ引いてくれて楽しかったです。今もう本当にやつのナブラが終わって本当に何も起こってない中、ブラインドでこのね新色のキビナグロパープルがやってくれました。やっぱりね、こう表層を巻いてるんですけど、やっぱ見る角度でねどんどん色が変わるんで、なかなかね活性上がりきってないこういう、ヒラマサ青物でも食ってきてくれる。めちゃくちゃ今年の新色もいいっすね。やりました。キビナグローいいな。キビナグローやばいっすね。やばいな。そのナブラしても高活性のやつが取れるのはもちろんですけど、今みたいにもう全然ナブラもしてないような、ブラインドでも食ってくるな。ブラインドで食ってきますね。すげえな。しかもブラインドで足元表層付近ですからね。ああ、やっぱこの見る角度によって色がどんどん変わるんで、せやな、それでたまらず食ってきてるんでしょうね。みんなからのアピール力がやっぱ半端ないね。ですね。おお、出た出た出てる出てる出てる、近い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 よ。ああ、バレた。え、バレた。今あなたバレたっす。表層だったっすね。ほんま橋本さんの目の前ぐらいで。マジでおちょくられてんなこれ。きた。おい、きた。オッケー、オッケー。よっしゃよっしゃよっしゃ。あ、やっぱもうナブラまで行かなくても、せやな、こう沈んでも食わせるこの変更から、やばいっすね。たまりませんね。いや、たまらんっすね。ずっと回ってんな。いや、ほんまに。お、さっきよりサイズアップちゃう？ちょっとサイズアップ。これはヤズか？ヤズっぽいっすね。そうやな。あ、ヤズっすね。引き的にね。ちょっと慎重にいきますか。オッケーオッケーオッケー。慎重にね、ゆっくりね。耐えて耐えて耐えて。おお。おお、よう引くっすわ。小マサちゃん。これマサかもしれへんっすね。この走りは。おおおおおお。よいしょ、目だけいくなよ。目だけいくなよ。コマサですね。これコマサっすね。間違いないね。カンパチっぽいですよ。え、嘘やん。いやいやいや。コマサか。あ、違う。マサピョン。マサピョンや。ありがとうございます。よっしゃ。あ、取れた。取れた。危ねえ。はい。やりましたね。まあ小型ではありますけど、もうね入ってきたら止まらないっす。で、今のはね、単発ナブラが起きてる中で一回ねバラしたんですけど、また探り直してたら表層でドンと。食ってきてくれました。やっぱね、この変更カラー、これがねやっぱ本当に魚から後ろから見てねどんどん色変わるんで、もうそれでね我慢しきれず食べてる感じだと思います。いや、この新色もめちゃくちゃただ巻きにマッチしたカラーなんで、ぜひ使ってみてください。やりました。はい、というわけで、キビナグロをね今日はメインで使ってるんですけど、このカラーは2024年の新製品になるんですけど、どういったところで使うか、使いどころ、シチュエーションですね。本当にどこでも使っていただけます。例えば東京湾、大阪湾、あとは伊勢湾なんかの濁り塩なんかでも、ストライプのグローがね、効果を発揮しますし、こういう九州ですとか、あと日本海太平洋側の、墨塩って言ったらいいんですかね、こういうところでもね全然釣れてくれます。はい、特にこういう九州なんかのねキビナゴベイトの時なんかはもうやばいと思います。今日はねカタクチベイトなんですけど、それでも全然食ってきてくれてるんで、グローのねその真ん中のストライプがやっぱりシルエットを小さく見せるっていう効果もありますし、この変更がね海の中でしっかりアピールしてくれるんで、マジでおすすめです。うわ、来たー、よっしゃー、きた、ゴツンって。うお、これでかいよ。ちょっと待ってくださいね。あ、バレた。バレた。でかかった今。全然こっち来んかった。これ若干巻き巻きのフラフラアクションとこの角度が変わるごとにね、これ、まあ、パープルなので紫と青なんですけど、この2色がねもうどんどん明滅というか、ただ巻き見切られやすいアクションなんですけど、その追ってきてもう色の変化ですよね。チカ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 変わるんで、もう魚がそれでもう見切られなくなって食べてしまうっていう、もうそういう効果ですよね。特にまあ天草とか前半かなりねボトム取ったりして、もうめちゃくちゃ根が荒いんですごい根がかかり多かったんですよ。なのでなかなかねボトムとか地形に沿わせて食わせやすくするっていうことができないフィールドではね、この変更カラーとかめちゃくちゃ効くと思います。もう中層を追わせて食わせるのが得意なカラーなんで、ぜひね使ってみてください。はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー暑かった、本当に暑かったですね。灼熱でしたね。はい、うん、ただ釣果も激アツやったっすね。いやーよかったね、本当に。まあ、この新色、はい、変更キビナグロシリーズですね。大活躍やったっすね。いやー活躍しましたね、本当に。根魚が結構メインになるかなと思ったら、もうがっつり青物で、青物がね、はい、回ってきてくれて、そうそうそう、まあなかなかね見切りやすい魚なんですけど、このね、うん、天候から見切れずにがっつり食ってきてましたね。ですね。まあこの夏からキビナグロ発売になりますんでね、皆さんにぜひ使ってみてほしいですね。はい、もう威力をぜひ体感してほしいです。はい。ということで終わりますか。熱中症になる前に帰りましょう。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ来た。よっしゃ。来た来た。僕もちょっとかけますわ。よっしゃ。うわ。これええな。よいしょ、巻き新色来てますね。